パルマノーバはイタリア共和国フリフリベネツィアジュリア州ウーディネ県にある人口約5400人の基礎自治体。オスマン帝国に対して東方国境線を防備するため16世紀末にベネツィア共和国によって計画的に築かれた星型要塞で知られる城塞都市、計画都市である。2017年パルマノーバの都市要塞として世界遺産。 16世紀から17世紀のベネツィアの防衛施設群、スタートダテル、だと西スタートダマールの一部として登録された。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ、ウーディネ県南部に位置するコムーネである。パルマノーバの町は、ゴリツヤアの西約 25km、県とウーディネの南南東約 19km、州とトリエステの北西約 47km に位置する。 隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り衛星画像中央の星形要塞がパルマノーバパルマノーバ市の17世紀の地図パルマノーバの市街地は16世紀末にルネサンスの建築家ヴィンチェンツォスカモッチにより計画されたものでルネサンスの理想都市の実践例として知られるベネツィア共和国の軍事拠点として作られたもので星形の堀に囲まれており 9つの砲台が置かれた。パルマノーバは、フリウリベネツヤジュリア州の中心、アウトストラーダ A23 と A4 が合流する場所に位置する。ありがとうございます。